伊豆中央道は静岡県伊豆の国市から田形郡神奈美町に至る国道136号バイパス道路である。国道136号の渋滞緩和を目的に道路整備特別措置法による有料道路として静岡県道路公社が伊豆長岡町から神奈美町までの 3.0km を整備した。伊豆中間自動車道と一体となって伊豆中部のバイパスを形成する。 温泉料金所である、エマ料金所料金所は、大狭間インターチェンジ、エマトンネル間に設けられている。自動料金収受期で24時間料金徴収をしていたが、2014年4月から友人による料金徴収に変更された。夜間は、料金所が無人となるため通行料金は無料となる。2021年7月に、ネットワーク型 ETC の技術を活用した。 キャッシュレス決済を導入予定。この料金所の南側に、伊豆の国市道、朝鮮29号線との交差点があるため、有料区間を経ずに、無料区間のみを通行する車両もある。当初は、料金徴収期限が2015年3月31日までとされていたが、2007年のリーマンショック、2011年の東日本大震災の影響等で、 観光交通が減少して、交通量が落ち込んだため、建設借入金の召還が計画通りに進んでいなかった。2011年9月に外部有識者からなる伊豆地域の道路整備のあり方検討会を立ち上げて検討したが、当時の試算では料金徴収期限を迎えても伊豆中央道で約5億円、修善寺道路で約十九億円の未償還金が残ることが、 想定されたため、伊豆中央道と修善寺道路の経営を一体とする合併再産制の導入が望ましいとの結論になり、2013年10月、静岡県道路公社が国土交通省に両道路の事業変更を申請。同年12月3日付で許可を得て、2014年4月1日、伊豆中央道と修善寺道路に合併再産制を導入した。 合併採算後の料金徴収期限は2023年11月12日とされ、その翌日の無料化を予定している。料金徴収期限の前倒しについては、2019年9月の静岡県議会定例会での一般質問に対し、合併採算制度導入後5年間の料金収入実績が計画を下回っており、仮に今後も料金収入実績が横ばいで推移すると、 料金徴収期限より早期の無料化は難しいと答弁されている。の区間は2車線の対面通行で共用されているため上下線で一本となっている。設置区間では、透明高速道路など一般的な高速道路と同じく約40メートル間隔で設置されている。2019年10月現在、ありがとうございます。